どうにかして古見さんのパンツ見られないかしら。何言ってんのこの人。そんなのタイツ越しのパンツ見たくなるに決まってるじゃない。それじゃあ古見さん、校庭にすっごい大きな水たまりできてるよ。舞台は整ったわ。古見さん、あなたはどんなパンツを見せてくれるの。止めた方がいいのか。なじみちゃん、ちょっとこっち来ようか。なじみ、逃げろ。風よ、抜け。古見さんのパンチラのために。コミさんは神に愛されてる。どうにかしてコミさんのパンツを。パンツとかどうでもいいか。病廉浄化完了。何だったの。